結局助けられちまったな。やっぱ一人じゃ無理だったわ。勝ち目がないって分かってたんだろ。お姉ちゃんのナイフをしっかり研いでもらったし、新しい杖に付け替えてくれたしね。先に言っておく。お前たちでは私に勝てない。